はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。逮捕されたらトルコ国籍。哀れな難民ぶるときはクルド人。っていうのは、まあ、報道の、定石なんですけれども、川口市で4人組の強盗団逮捕だそうであります。パーラック・ジュマ、無職26歳。パーラック・バイラム、無職23歳。パーラック・オンル、無職21歳。ウズデリ・ハジ・アリ、無職20歳と。パーラックが3人おるんで、これひょっとしたら3兄弟なのか、強盗3兄弟なのか、思いましたけれども、よく考えるとパーラックっていうのは名前ですね。ジュマが名字だから、まあパーラックって名前が一般的なのかな。イスラム系はムハンマドとかモハメッドとかいう名前が異常に多いのは知ってましたけれども、空き巣侵入して、帰宅した55歳男性と鉢合わせしちゃって、羽交い締めし、殴って顔に怪我させる。強盗致傷で逮捕。埼玉県南部では同様の事件が20件以上発生、してんだって。金品目的で東京都北区の病院に侵入したっていうのも判明しております。まあ、空き巣団で、人を殴ってでも逃げようっていう強盗致傷、ってことなのかな。試験なんですけど、まあ、埼玉県警本気出します。で、早速逮捕は偉いな。その調子でですね、川口の平和と安全をお願いします。強盗&負傷させた場合はですね、刑法240条強盗致死傷罪、懲役6年から無期、死亡させた場合は無期もしくは死刑っていう、重い罪ですね。強盗致傷、パヨ弁護士やこいつらはどうやって擁護するんだろうね。差別が人権じゃ、強盗致傷に、あまりに重すぎて効かなそうだな、関係なさそうだな。捕まってない連中もこの分だと大勢いるんでしょうね。川口でね、トラックを運転してた12歳ぐらいのクルド人少年も目撃されてますし、こういうのに惹かれちゃってもですね、どうせ保険に入ってないしっていうか、入れないし、引かれ損でしょうね。外国人が日本人を傷つけた場合は、侵略とみなして、刑を重くすべきと私は思ってるんですけど、日本ではクルド人がルールとか、ふざけたこと言ってるし、このままでは警察が入れない自治区作られちゃいますから、その前に犯罪者を許すな。厳粛にビシバシ取り締まってほしいなって思います。富士目覚まし8が違法解体現場を報道。狭い敷地に重機を入れ、都心マンションのずさんな解体工事。品川区のマンション解体で、なんか偉いことやってたらどうしたんだ富士テレビ。日本にたかる寄生虫ライバルとして攻撃始めたのかな。トルコ人って自分では名乗っていたんですけれども、重機を入れてはいけないような狭いとこに無理やりねじ込んで下からバゴバゴ削っていった。こういう場所では普通上から崩していくんですよっていうのは同業の解体業者、上から人力で、崩していってそーっとね、下からいきなり重機でバゴバゴやって隣の建物とすごく距離が近いんですよ。隣の建物傷ついちゃう。世論です。現場猫案件やなぁ。ずさんどころの騒ぎじゃないな。これは同業者か詳しい人ですかね。悪いことをするときはトルコ人クルドに安くやらせてんだろう。道路使用許可は取ってなさそう。見つからずにやり終えたら勝ちで丸儲け。下請けが勝手にやったところで元請けの責任は逃れられなくね。下請けが勝手にやろうが元請け責任だろ。これね、元請けに電話したところ、下請けが勝手にやってることで、分かんないって言ったらしいんですよね。管理できないなら下請け使うべきじゃない。どこの元請けだよ。無期限営業停止にしろ。中請けが中国人で下請けがクルド人なんだって。これ隣のビルも解体することになったりしてな。全くログでもないですねこいつら。ビジネスマンがですね、日夜頭ひねって探してんのは儲かる、自分でも始められる合法な商売、なわけで、一般人がですね、すぐにテレビ局やりたいなってもできない。金融業、銀行始めたいなってもできない。そのため の資格が必要な商売は始めらんないですね。これ参入障壁って言いますけれども、違法、これがですね、クルド人解体屋が儲かってる理由ですかね。
犯罪組織、ヤンカ、これ始められる儲かる合法のうちの一つが欠けている、違法であれば儲かるだろうな、昨日も違法解体をしてきた日本人を後で泣かないでください、堂々と脅迫してたし、違法行為できなくなると死活問題なんですかねこいつら、この分じゃ参拝なんかもそこら辺に埋めて知らんぷりしてそうだな、解体やつから参拝預かったりもするでしょ、自分とこの敷地に埋めちゃって知らんぷりしてそうですね、川口の解体屋のガサ入れよろしくお願いいたします。朝日新聞社員卵は通る、テレビ番組でですね、敵基地攻撃能力を持たなければ中国は日本を攻撃しないと言っちゃって、炎上しておりました。つまり反撃能力を持たなければ攻撃されないって言ってるんですけど、あれどっかで聞いたことあるロジックだな、世論です。じゃあウクライナが攻められたのはなぜ、中国がどれだけ侵略してきたか理解してるんか、ウイグル人はみんな収容所、竹島って前例あるだろうが、何食ったらこういうバカな考えに、これになるほどって思うバカおる、もうそんな寝言誰も聞かない、防犯カメラがなければ泥棒されない理論、玉川がそう言うならもっと軍備を増やすべきと、私こういう連中をですね、日本を無防備にしときたい連中をですね、外観有基地主義者って、名付けて呼んでおります、外観有基地主義者と定義づけております、古くは、自軍自陣の敗北を望む敗北主義者って呼ばれてました。もちろん即刻銃殺刑でした。民間では非国民って呼ばれてました。玉川はその通りの存在で、実は日本人じゃないかもね。球場からしてですね、日本人は抵抗せずに黙って殺されてろっていうめちゃくちゃな内容だもんね。チベットやウイグルは大砲は撃ち込まれていませんけれども、侵入した中国人に棒で撲殺されてたんだよね、町から警察署をなくせば犯罪は減る、町から消防署をなくせば火事にならない、こんなこと言ってるやついたら頭おかしいって思いますよね、ところがテレビで玉川が同じこと言うと騙されるやつが結構いるっちゅう、心臓だよね、あるいはよほどのバカか、でも騙される人間も若干おるんで、それに気を良くして言ってんのかな。今月下旬に内閣改造だそうであります。奪還論が出ていた、公明党の国交大臣ポスト、そのまま公明党になるんだって。麻生副総裁も留任だそうであります。毎日の記事なので、嘘かもしれないですけど、じゃあ何のために改造するんだってぐらいのマイナーチェンジ。引退前の連中に思い出大臣が増えんのかな。今の農水大臣ね、79歳で、初めて大臣ポストをもらった茂木派のやつで、で次引退としたら、まあ思い出大臣ですよね。こういうの増えんのかな。こういうのは思い出大臣をいっぱいくれてやるために改造するのかな。学会香港支部を人質に取られてて、中共に一切逆らえない、あわよけば、中国本土での布教を許可してもらいたいっていう欲を持ってる、公明党は中共のケツを舐めることに余念がありません。海保に命令できる国交大臣、公明党でいるうちは中国は安心して尖閣諸島を荒らしに来れるですよね。この人事に気を良くしたのか、中国共産党、尖閣諸島は我が国領土っていう地図を発表してしまいました。日本政府抗議したが中共は抗議を受け入れない、拒否、それもこれも公明党のせいですかね。世論です。全方位に同時に喧嘩売るあたりに近平の頭の悪さが、中国が頭が悪いのはいつものこと、周辺全部に喧嘩売るとはバカな外交戦略取ったもん。つまりは断交ってことでいいのかな。この報道官偉そうだけど、数年後は地方で農民ってこともあり得る、中華思想が存在するうちは全世界に喧嘩売るのやめないですよね。間違っても民主化思想にないし、つまり永遠に世界の敵ってことで、仮に民主化してもですね、ロシアみたいななんちゃって選挙で嘘民主主義になるんじゃないかな。プーチン反対デモなんてやると何千人も逮捕されちゃうなんちゃって民主主義ね。中国に国家が現れて以来一度も
民主主義になったことないんだし、多分中国人に民主主義って合わないんですよね。これはロシア人も同じだと思いますけれども、釧路で牛60頭も襲った、オスヒグマ、OSO18、これ個体名付けられて、こいつには気をつけろ、40代ハンターが3発で仕留めました。町役場、猟友会、ハンター本人にかわいそうだ、電話が500件以上あったそうであります。世論です。食われた牛はかわいそうじゃないんかい、じゃあお前んちでかい、子供が食われたら何やってんだ、抗議が殺到。これが治療遅れのパヨという珍獣、気にせず駆除続けてもらうしかない。じゃあお前ら熊と暮らすよ、わざわざ伝突する気持ちがわからない、熊の恐ろしさ知ってる道内の人間じゃない。500件は尋常じゃないわね。熊をかわいそうと思える当て串は良い人、ぶりたいだけじゃないですかね。どっかが指令出してないかな。あとは北海道の人じゃないな、この電話かけてくるの。もしかしたら日本人ですらないかもしれない。北海道の牛に被害が出るのは嬉しい、日本人が熊に食われたらもっと嬉しいって連中が抗議電話の指令出してないか。そう考えてしまう私のあの精神が黒すぎんのかな、ひねくれすぎてんのかな、思いますけど、500件って多すぎない？こんな雑音は気にせずにですね、猟友会は職務を全うしてほしいな。日本人が熊に食われると非常に嬉しいっていう連中いないか、いるでしょ、電話かけさせてるでしょ、って疑ってしまうんですけども、意地悪すぎっかな考えがな。ということで、メール党員さん大募集であります。メール党員になって日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。